ヌーブ君の家初めて来たけど、すごい豪邸だね。実は昔は苦労したんだよ。え、何があったの？それはね、今日はバーベキューだ。火をつけるぞ。何度がいいのかな。うわぁ、熱い。大変、火を消さないと。助かってよかったわ。家が僕のせいで家が燃えちゃった。あなたが無事ならそれでいいのよ。お母さんお仕事に行ってくるから、いい子にしててね。行ってらっしゃい。僕のせいで大変なことになっちゃった。これからどうしよう。はあ、美味しいホットドッグだよ。一つください。毎度あり。美味しそう。いいな、お腹空いたよ。ただいま。お帰り。僕もホットドッグ食べたいよ。ホットドッグってあれのことかしら。今日はお店を閉めよう。お金がないから買えないのよ。ほら、食べていいわよ。わーい、すごい美味しい。ご飯を買うこともできなくてごめんね。今日もお仕事に行ってくるね。僕も頑張ってお金を稼がないと。誰かお金を恵んでくれませんか。全然お金を稼げないよ。危ない。治療費も払うお金がないの。ごめんね。治療費も払えないとはどういうことですか。家が火事になって全財産を失ったんです。こんな優しい子が苦しい生活をしてるなんて私には認められません。ぜひこのお金を使ってください。こんな大金をいいんですか。こんな老人が大金を持っても仕方ないですから、この子を育てる費用に使ってください。ヌーブ君、いい話だね。そのおじいさんのおかげで今の生活があるんだ。他の人にとっていいことをするといずれ自分に返ってくるんだね。一緒に優しい人を目指そう。